教育分野における指導とは、指導を行う者による明示的な行為のことである。指導は、特定の事項について、かつ、明確な理由のもとに、指導を行う者が、指導を受ける者に尊重して取り扱われることを、期待してなされる明示的な行為である。なお、指導は、命令及び、監督とは異なり、指導を受ける者には、必ずしも指導された内容を実施する、直接的な義務はない。仮に、指導に従うことが義務として明文化されていたとしても、一般的に指導に従うというのは、指導の過程を尊重するということであり、指導が命令及び監督の範囲外とされていることに鑑みれば、指導の内容までもが従うこととはされていないことが多い。なお、特別な尊重を期待していない口頭、または文書における明示的な行為は、専門的助言、技術的助言などと呼ばれる。指導を受ける者は、指導を行う者に対して、指導することを請求できる。特に文書、または口頭で請求に基づく指導が行われた場合は、指導の過程を、紹介と回答に分けることもある。なお、事項の特定性、または、理由の明確性が低いものは、指導の要件を満たしていない。事項の特定性、または理由の明確性が低いものは、指導ではなく、単なる一般的助言として扱う考え方もある。ありがとうございます。